日本東京都杉並区堀の内堀の内は東京都杉並区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は堀の内1丁目から堀の内3丁目。郵便番号は166-0013。杉並区の中東部に位置する。北部は杉並区梅里に接する。西部は杉並区松の木と大宮に接する。南部は方南通りを境に、 杉並区泉に接する。東部は、関7通りを境に、杉並区和田と方南に接している。また、1丁目と2丁目の間を全福寺川が流れている。主に住宅地として利用されている。町域内には、杉並区を代表する寺院である、妙法寺がある。古典落語、堀の内の題材にもなるなど、江戸時代から厄除け祈願で有名な寺院で現在でも、 多くの人が訪れる。また、妙法寺付近には、他に、寺院も多い。また、堀の内斎場は、現在の堀の内の町域内には当たらず、隣の、梅里になる。1451年の下地上に、堀の内として所出する。元は、和田村の一部だったと言われ、江戸時代には、玉郡堀の内村。江戸で、妙法寺の三景が人気を博し、堀の内、茂出といった。 1889年、和田堀の内村の大技となる。1932年より、杉並区堀の内。1968年住居表示を実施し、現在に至る。和田義盛の館があったと伝えられる。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 鉄道駅はないが、町域南東端付近に、東京メトロ丸の内線、方南町駅がある。北部は、丸の内線、新高円寺駅が利用可能な範囲にある。付近の、環七通り、方南通り、五日市街道などを走るバスの便を利用する者もいる。環状七号沿いに、バスが走っており、高円寺駅方面、阿佐ヶ谷駅方面、新宿駅方面のバスがある。 ありがとうございます。